そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師、いかにも。ご覧の通り、くせ者ぞろいの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。たくにもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠、仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ね、ポッポかように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギル。あんな子供騙しは今回限り、ポッポ。あー、怖い怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうて。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和は、ルフィ、ベルベット、